どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、純正知らねデッキ、まあ、実質でデュエルキングデッキですね。ちょっとレジェンド隊にとどまりたいんで、撮影のためにキング隊だとちょっとサレンダーが増えちゃうんでね。なんで、レジェンド隊にとどまりたいんですけども、レジェンド1ぐらいからずっと使っていって、でレジェンド5の昇格戦で、まあ、ほぼ勝ちやなっていうところでサレンダーしたんで、まあ、実質でデュエルキングデッキと言っていいと思います。でこの純正知らぬいのレベルコピー型、これがめちゃくちゃ強いということに気づきました。このデッキの原案はですね、僕ディスコードに師匠がいっぱいいるんですけど、ゼロローグさんっていう師匠から、まあ、原案を教えていただきまして、ほんでレベルコピー、今流行ってるののレベル上昇だと思うんですよ。あれよりもね、多分ね強いと俺は思います。なんでかっていうことをちょっと説明していきたいかなと思うんですけども、レベル上昇型っていうのはどういう風な戦い方するかっていうと、まあ、4で、まあ、2から2なり3なり出して、まあ2だよね基本的には。で2出してレベル上昇で4上げて先行で10を立てるっていう、でこいつの破壊体制でワンキルを防いでいったりとか、まあ、耐えるっていう、まあ、そういうデッキなんですけど、今意外と例えばバウンスとか、あとそれからデザイアの墓地に送るとか、ああいうのがあって、結局ホムラガミ知らぬいがあんまり先行の回答になってないっていうところがあるんですよ実は。でそもそも論なんですけど、このホムラガミ知らぬいっていうのは丸一番の効果めっちゃ強くて、特殊召喚に成功したババに発動っていう、要するに誘発だから起動効果じゃなくて誘発効果なんですよね。で自分の墓地のシンクロモンスターをエクストラデッキに戻して、その戻した分だけカード破壊できるっていう、この効果って結局高校用じゃないですか。この効果だから先行で出すモンスターではあんまりないんですよね。で丸2番のその破壊耐性はもちろん強いから、まあ、それ先行で出すっていうパターンもあるんだけど、ただね結局これは高校で出した方が強い。でじゃあ先行何すんのと、先行じゃあどう耐えるのという感じなんですけど、これね結局ワンキルを防ぐと勝てるんですよ。ワンキル防げばもう高校の知らぬいの動きってすごい強いから、だから結局先行でやることが他にあればいい。でねやっぱね牛が強いんですよね。ほんと牛がめっちゃ強い。牛でまあこの宮塚座を落としておくっていう動き、これでこいつが墓地に行くだけで相手のカードを1枚破壊できると、知らぬいの宮塚座のを除外して手札にアンデッド族いなきゃダメだけどね、売ればこれで1枚破壊できるんで、一応耐久力があるし、あとボール3枚積んでるんで、なんだかんだ、まあ、ボールがあるか、まあ、牛があるかで大体先行は耐えられるんですよね。ライフ削り切られることはあんまりないです。だからで、そうなってくるとコピーの方が強いんですよ。なんでかっていうと、その4で2出して、で4を、コピーして4-4にするんですよね。でこれ出します。8出しとく。でもちろんその8でこいつ除外すると攻撃力が上がるよっていう、除外した分だけっていう効果あるんで、これで例えばじゃあ宮塚さじゃなくてモノローベ、除外しといて、でワンドローワンステでボール引きに行くとかとか、単純にこれ2が墓地に落ちていてフィールド上に8がいるってことは、この戦神を倒してしまうと次の相手ターン、相手から帰ってきた次のターンに8と2で重シンクロができるんですよ墓地で。そうすると、この10の効果が使えて1個8を戻して相手破壊ってができるんで強いですよね。しかもそもそも3500だし、これが高校でできるんですよ。だからめちゃくちゃ強いっていうのと、あとコピー型にしとくと臨機応変に対応できるんですよ。レベル上昇って結構難しくて、まあ、クリボール入ってると上昇でも意外となんとかなるんだけど、例えば7がいる、7がいるで、まあ3か2を出してくる、例えばまあこの辺の影物とかで、で3か2に、クリボールのレベルをコピーして1にする、そうすると8が出るとか、結構ねコピーの方が臨機応変に対応できるんですよ、レベル上昇よりも。なので僕はねレベルコピーの方が強いと思っていて、で、強いのはやっぱり黄金質ですよね。黄金質がめっちゃ強いし、やっぱ結局これがやっぱねめっちゃ強いっていうことが判明した。単純にこのいきなり黄金質からこれ除外して破壊っていうことももちろんできるし、あとこの影物除外ね、影物除外して除外されてる不知らぬ特殊感っていう、これがやっぱ魔法カード1枚でできるんで、だから展開力上がる、はい、これがすげえ強いです。でエクストラゾーンモンスターたちはこんな感じなんだけど、
今回は純正にしてるんですが、この目黒のところを例えばまあ竜の鏡とかね、アイオンにすると、なドラゴンネクロとかも出したりができるんで、この辺はお好みでっていう感じですかね。これ俺はこれ入ってますけど、ミラーとか強いかなと思って。まあこれがね結局ね強いんだけど、結構コトサイが流行ってるんで、まあそこがどうなのかなっていうところはあります。はい。まあこの辺はちょっとまあ調整していただければ、皆さん好きな環境に合わせたカードを使っていただければなというふうに思ってます。早速宇宙ムーブね、本日もご覧いただきましょう。デュエル。いやー、このデッキ強えわ。このデッキ強え、めちゃくちゃ強え。まあ、先行はですね、まあ、牛からの、まあ、ちょっと墓所だと墓所風石津とかいう石津とかいうスーパーインキャが出てくるとちょっときついところはあります。ちなみにだからね、多分ね環境的に言うと墓所封印っていうスキルを採用することによって知らぬをメダルことはできると思いますね。だいぶね、6部衆ですか。はい、オッケーです。だからね、多分知らぬいを対策するんだったら、そういうなんか除外メタみたいな、すげえ墓地除外メタスキルとかモンスターとか、あとネクロバレーとかね、ああいうのが、まあ、ネクロバレーも一応ね黄金室で宮塚さんを除外すると破壊できるんですよ、ネクロバレー自体を。まあ異能者が立ってるとちょっときついけど、なんとかなるんだよね、意外となんとかなる。まあちょっと二刀流じゃ、ね、ないんだったら大丈夫だと思う。多分これもね、なんとかねいけるんですよ。多分これもライフ多分あ無理か、あいけるか、大丈夫だ。あ危ない危ない危ない、よかったよかった、これ壁できるからいけるわ。あっぶねー、これがね結構ライフ守れるんですよね。とりあえずこっちでいいかな。これ特殊感しといてから宮塚さんの効果で破壊しに行こうとしますよ。とりあえずじゃあこいつで破壊しに行きますよ。でまあこれはまあ風魔の効果で守られていく、あ支援の効果、なるほど、どっちでもいいか、確かに。ではい、オッケーで殴られましょう。オッケーで、ね、ライフ守れるんですよ。結構ね耐久があるんですよね、この3体展開でも。全然ライフが、あまあこれはきついけど、まあ、とりあえず宮塚さん行きましょうか。宮塚さん行って、宮塚さん効果で墓地の知らぬいを引っ張ってきて、レベル上昇じゃなくて、間違えた、レベルコピーですかね。これレベル上昇じゃだとちょっときついじゃないですか。これレベルコピーでこうするんですよ。だから臨機応変に8が出るんですよね。これがめちゃくちゃ強い、これめっちゃ強い。で8出していく。戦場に眠るしエンジンの魂よ、今ここに隔離用の彼方より蘇り、我が闘神となりて邪神を貫かん、神器の召喚、今ここに蘇れ戦神知らぬい、戦神知らぬいの効果発動。墓地の宮塚さんを除外し打点アップしつつ、てめえのモンスターを破壊していくぜ。つこれマジ強いんだけど。バットルフェイズに配慮しましょうか。まあ、ちょっと黄金室は使えないんでね今ね。はい、どうですか、どうなのよこれ、強いだろこれ、これが強いんだよマジで。このなんか耐久してた返すっていう、もうザ・遊戯王みたいなことできるからめっちゃ楽しいの。なるほど、なるほど龍一ですね。セットモンスターを破壊すればいいわけだな。つまりまずは掛け物、ちょっと待ってくださいね。掛け物に出してくれるわ。オッケー。だから掛け物掛け物でいいのかな。あ、こいつ召喚するか。こいつ召喚して掛け物出して、宮塚さん召喚、宮塚さんの効果発動。宮塚さんの効果によって手札より修羅人の掛け物を特殊召喚で効果発動。これは黄金室があるからどっちでもいいか、どっちでもいいな、どっちでもいいか、どっちでも結局宮塚さん墓地に行けばいいから、まあ、こうか、こうでいいな。 OK でレベル8、戦神にレベル2、妖刀修羅の岩をチューニング。戦場に眠るし爆炎の魂よ、今こそエンジンとともによみがえり、我が闘神となりて隔離用の彼方より解き当たれよ、神器の召喚、目覚めよ炎神修羅の岩、炎神修羅の岩の効果発動。
もちろんシンクロモンスターを1体デッキに持つことによって相手のフィールドのカードを1枚破壊していく。フーマいいだろう。フーマな、はいはい、フーマね。封印の黄金室の効果発動。封印の黄金室の効果によってデッキに存在する影物をゲームから除外し、影物の効果発動除外されているチラニーモンスター1体を特殊召喚していく。そしてレベル4チラニーの宮塚さんにレベル3オーマネオとチラニーをチューニング。地範より受け継がれしその力、冥界より解き放ち、その妖刀を振りかざせ、シンクロ召喚あやかし神知らない。そしてあやかし神知らないの効果発動、もちろん宮塚さんをゲームから除外し打点アップ。さらに宮塚さんの効果発動、相手のフィールドの表側表示カードを1枚破壊していく。いいだろう、バトルだよ。ロックブッシュなんていう時代遅れの武士たちにはもう用はねえ。これからは知らないの時代だ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、おカニ頭 VS カニ頭、よろしく。甲殻類 VS 甲殻類、ゴズキ召喚。いや結局ねこの先行やることはこれなんですよね。まあレベル上昇があると今のでこれで一応まあ10立つんですけど、10ね結局ね先行で立っても返されるパターン意外とあんだよね。ディザイアとかマジで強くて打天使のディザイアとかもう一発で死ぬからさ、ホムラ神があんまなんか先行で立ってるカードじゃないんだよな、あれ。そういうのもあって、あとバウンスね、ペトロフィンのバウンスとか、あとほらこういうこれもそう、これは6シンクロしてくるのかな。6シンクロって結局ブリューナがいるでしょ今。だからブリューナ簡単にできて簡単に突破されるんだよね、ホムラ神。なるほど。だから多分ね強いのはねレベルコピーして8出しとくか、食ってクリボールに行っとくか、このゴズキかパターンなんだけど、オッケー。あでもそれ殴ってきてくれるのはありがたいよね普通に。で、宮塚さん効果で確かハイパーサイコライザーは破壊されると墓地のなんか、サイキック2体開始するんで、これはこいつでいいか。なんか、種族の同じチューナーとチューナー以外を確か回収みたいな効果、ハイパーサイコライザー OK。こいつ結構強いんだよね。なんかそのこいつよりも攻撃力が高いモンスターは効果発動できないし、なんかこいつよりもなんか攻撃力が低いモンスターはなんか攻撃できないしみたいな効果持ってるんで、だ結構強いんですよね、ハイパーサイコライザー。ドロー、不意の動きです。 OK。 まあ、とりあえずモノノベからですかね。モノノベ召喚、モノノベ効果、3出してきて、まずは、7しますか。レベル4ちなみにのモノノベに、これモノノベでいいのか、影物もいけんのか。モノ、でも墓地にモノノベいた方がいいよな多分。こっちだな。オッケー。で何の反応もないんで多分これ効果通りますね。あやかし神知らぬ犬の効果発動、墓地のモノノベパイセンも、あでもこういうことで、うん、まあそうか、もう これでいいの。こいつ除外しといて、でここで破壊する。で影物効果使って3出してきて、いやーこれ強い、これ強い、これ強い、これは強い。はい、おらよもう一枚破壊させていただきましょうか。シンクロ召喚レベル中、ホムラ神知らぬい、ホムラ神知らぬいの効果発動、墓地のシンクロモンスター一体をエクサレッキーに戻して、てめえのカードを剥がしていくぜ。おらつえ、で封印の黄金室の効果発動、デッキより知らぬいの掛け物を除外して、掛け物の効果発動、除外ゾーンの知らぬいモンスター一体を特殊召喚、すえー最強すぎ。これレベルコピー使ってませんからね、まだ。いやー3枚破壊かな、宮塚さバック2枚だから3枚破壊してワンキル、最強マンジ。
さあお相手の方、勇気十代選手よろしくお願いします。デュエル3倍宇宙さんですね。宇宙さんでございます。以上ヘッド、いいでしょう。いや宇宙もね結局なんか打点が高くなるからね、結構強いよねこのスキル。ネオスフュージョン、おいいじゃないですか。ネオスフュージョンはちょっとね破壊耐性あるんで若干めんどくさいんですよね。海空やべえな、海空はシンプルにやべえ。海空は出される前に勝利しないといけないか。とりあえず3100っていう打点やべえな。3100っていう打点まあまあやべえぞ。黄金室するか、黄金室。まあでもとりあえずシンクロしに行くか。とりあえずシンクロしに行こう。でここでこれ出してきて、はい、どうでしょうか。スゴマシですか、なんでしょうかこれは。それがやばい。ちょっと待って、カオサンダーやばくない。あれ、あこれやったか、これやったか、これやったかな、これやった可能性ある。ちょっとレベルコピーするよね、レベルコピーして、あでもあいつだけ突破すればいいのか。ちょっと待って、あいつがいると除外できないんですよ、カードを。カオスハンターがいると、カードを除外できないんで。やべえな、あいつ。おい、強えな、おい。ちょ、あいつ突破するしかねえ。絶対に。絶対突破する。もうちょ、新規の工場行って、新規の工場行ってる場合じゃねえわ。これ。ちょ、これでこうして、で、無理だから、これ、やっとけよかったな、これ。これやっとけよかったな、これ。いやー、ミスった。とりあえず、まだ釣るか。で、こいつをとりあえず突破するしかねえ、俺は。頼む、何これ、うっそ、強すぎない、知らねえに親殺されてますもしかして。カオスハンター最強か。